い、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時を回りまして、2時20分になろうとしていますね。6月は20日の木曜日でございまして、ですね、千代田区28度、この部屋も28度ぐらいでしょうかね。日本経済新聞ちゃうわちゃ日経平均プラスに転じましたね。わずかですけども、プラス25と、まあ下がって始まってましたんで、まあちょっとね、取り戻したかなっていう感じですけども、まあ大したことないです。ドル円は 158.0 と載せています。ドルウォンでございましてですね、まあうにゃうにゃですね、1384と、なんかまあ1380台を固めてるんかなという感じはしますけどね。はい、本題いきましょうか。これは昨日あたりやいのやいの騒いでいた記事でして、これは私今見てるのは NHK、ですね。10時58分エクアドル中国人に対するビザ免除措置一時停止を発表ということで、南米エクアドルという国がありましてですね、ここはですね、アメリカの中では唯一ですね、中国とビザなしと協定を結んでるんですね。つまり中国人はエクアドルに入国するのには中国政府がですね、発行したビザを必要としないわけです。ちなみに日本はビザを必要としています。お互いにこれは相互主義と言いましてですね、向こうがビザなし認めてくれんやったらこっちも認めんでというふうなことを国同士でやるわけですね。日本と中国はかつてですね、ビザ出しだったんですけども、コロナでですね、ビザが復活して、そこからまだお互い解消されていないという状態ですね。中国はどうやらですね、自国民がですね、海外旅行に行くっていうことはあんまり好んでいないわけです。逆に外国人がジャカジャカ入ってくるっていうのも逆に好んでいないんでですね、ちょうどいいかなということで、ビザなし協定が切れたままですんでですね、お互いにビザをですね、発行し合ってですね、往来しているということであります。今、日本から中国に観光旅行に行くんであればですね、ビザが必要だそうでございまして、まあ、旅行代理店がやってくれますけどね。まあ、昔に比べると割とですね、複雑みたいですね。でですね、南米では唯一このビザなし協定を中国と結んでいたのがエクアドル。そのですね、ビザなしのですね、措置を一時停止するというのを発表したというのは昨日のニュースになっていました。その理由はですね、中国に中国人がエクアドルに入ってきたんだけどもですね、出ていかないやんと正規の手続きを経て出て行っていないやんということですね。でこれがですね、去年来ですね、3万人ぐらいがですね、行方不明になっているということらしいんですね。この NHK では1万3000人というようになってますけど、6万6000人が入ってきて、およそ半数が正規の手続きを持って出国していない、つまり勝手に国境を越えていったということですね。でこのですね、エクアドルと南米にありましてですね、南米からですね、中米の、細いエリアですね、地図上で見ると細いパナマ運河もあります。あそこをひたすらですね、陸路なりを通ってですね、その北上しましてですね、メキシコに入りまして、でメキシコからですね、そのアメリカへこう国境を越えていくということをですね、なさっているそうでございます。まあその数がエクアドルが把握しているだけで大体半分ぐらい、3万人を超えているということらしいですね。じゃあ3万人は中国に帰ったのかって、そんなことありません。多分ですね、エクアドルでですね、どっかのビザを取るかですね、取らなくてもですね、闇のルートかなんかでですね、エクアドルから正規に出国したんだけども、どっかの国にトランジットかなんかで立ち寄ったことにしてですね、でそこから消えてしまうと、で消えてアメリカの国境を目指すということをなさっている可能性が甚大です。はい、甚大です。つまりほとんどの人はですね、まあ多分アメリカの国境を目指していると、で大体の人はもうアメリカの国境を越えてしまいました。アメリカっていうのはまた寛大な国でですね、一旦国境に入ってしまえばですね、
あの簡単な裁判を受けるだけでですね、不法滞在ができるんですね。で、不法滞在者はですね、そのいろんな権利がないわけですよ。いわゆる社会福祉的なですね、もちろん生活保護みたいなものももらえませんし、ミールクーポンで食べ物を買える商品券みたいなものももらえません。まあでもですね、でも一応暮らしては仕事に就けばですね、最低賃金はもらえないかもしれません。違法な職場で働いたら。でも不法滞在者に対してもですね、最低賃金は本来守らなあかんわけですよ。だから日本円でいや1時間2000円ぐらいで働けるわけですよ。まあまあそれは知りませんよ。いろんな職場があるんで、全員がそうなるとは限りませんけども、そういうところさえ見つければなんとか食っていけるわけなんです。で、なぜかチャンスを得ればですね、お金を稼ぐことができてですね、ある程度生活の基盤が固まればですね、正式のですね、ビザを取れる可能性もあるわけなんですよ。だからですね、どんどこ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 今アメリカに入っていこうとしてるわけです。まあでも6万という数字を聞いてね、あ、なんか少ないやんと思いましたね。もっと言ってるんかと思いました。2桁万人は優に言ってるんかと思いましたけどね。エクアドル経由でアメリカを目指す人って実は木の実木のままの貧乏人ではないんですね。だいたい日本円で600万から1000万ぐらいの金は用意できた人なんです。まあ借金で用意したんかですね、自分の手金を使ったのかは知りませんよ。それは知りませんけど、だいたいそれくらいの料金を払える人がですね、今エクアドルから。昔ね、スネークヘッド打倒という蛇の頭ですね、という密入国業者が関与していた頃は、それこそ木の実木のままでね、船の戦争に詰め込まれてですね、でアメリカの海岸でですね、嵐にあって溺死したなんていう事件ももうまあまああったんです。その頃はスネークヘッドに200万ぐらいの借金をしてですね、でそれでな、こううまく入国できたらそれを返しながらみたいなですね、そういう時代がありました。それは30年ぐらい前でしょうかね。そこからですね、一世代を経て今の中国人はリッチリッチリッチもうそういうですね、1000万近いお金も用意できるわけですよ。で、入国してからのですね、生活費もありますから、多分2000万や3000万の金を持ってるような人がこのルートで行ってるわけですね。ただエクアドルがもう悲鳴を上げて、多分ねアメリカからですね圧力だったと思います。お前意外せよということで、エクアドルルートは断たれてしまいました。これで、次はどういうルートで行くんでしょうね。中国人がねそう簡単にね諦めるとは思えないですね。上にですね政策あれば下に対策ありと嘘ぼく国でございますからですね、何らかの方法を考えてですね、このあれですね、アメリカにまた密入国を図るようなことになるんでしょうね。とりあえずですね、このエクアドルルートは断たれたということであります。どうするんでしょうね、次はね。世界中からですね、必ずしも歓迎されているとは言い難い。むしろその逆ですからね、中国人の移民というか不法移民というものは。犯罪の温床にもなっているというふうに見なすこともできるケースもあります。なんでですね、あんまり歓迎されていないチャイニーズですね。でも目指すのはアメリカということですね。はい、ということでですね、この NHK ですね、読んでませんけどもですね、一応アドレス貼っておきますね。ご興味のある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。